さあ、今回はメタルビルドケンプファーをレビューしていきます。バチバチのディテール、ごつ盛りの武装、ギミック満載の超絶アレンジにガノタ大興奮間違いなし。これで4万とか実質タダだろう。それでは本編行ってみましょう。さあ、今回ご紹介するのはメタルビルドケンプファー。レビューするのは改造担当のイーサンです。機動戦士ガンダム0080ポケットの中の戦争に登場したこの機体をメタルビルドフォーマットで商品化。昨年の10月くらいにプレミアムバンダイで予約開始されたんですけど、一瞬で売り切れてましたね。お値段は39,600円。まあ、このお値段に見合うかどうかはね、これから見ていきたいと思いますよ。パイロットはサイクロプス隊のニット帽担当、ミハイル・カミンスキー。メカニックデザインは出渕豊氏です。さあ、まずはパッケージアート見ていきましょう。いや、見てください、この超リアルなケンプファーのお姿。もう劇中で一瞬で蜂の巣になったとは思えないほどかっこいいな。ちょっと個人的には側面のデザインが好きで、はい、側面はこんな感じでケンプファーを仰ぎ見るような写真が入っています。反対側は後ろ姿ですね。いや、このビジュアルめちゃくちゃかっこいいですよね。はい、上面にはサイクロプス隊の紋章が入っています。底面はケンプファーのバストアップ写真ですね。このロゴのデザインがかっこいいです。まずパッと見の特徴としては、この超リアルなディテールですよね。現実に存在してそうな非常に解像度の高いデザインが楽しめます。あと今回はオリジナル装備としてチェーンマインラックが付属。劇中と違ってケンプファー本体にチェーンマインを装備することができます。あの街中を低空飛行するシーンも再現できるっぽいですね。これも後で見ていきましょう。さあ、そしたら開封して中身を見ていきましょう。ブリスターは全部で2個、武器用と台座用で分かれています。はい、まずは武器用のブリスター。もうこれだけで満足感ある眺めですね。ジャイアントバズやスツルムファウスト、ヒートホークなどジオン系モビルスーツらしい武装がずらりですね。発熱状態のヒートホークはオレンジとシルバーのグラデーションで表現されてますね。いや、めちゃくちゃ綺麗です。ビームエフェクトの色はグリーンですね。全体的に軽くパール塗装されていて、光を拾うとギラッと光ってくれます。チェーンマインは2分割されてるんですけど、これ繋げたらめちゃめちゃ長いですね。はい、そしてオリジナル武装のチェーンマインラックですね。いや、これもデザインめちゃめちゃかっこいいですよね。これも後でしっかり見ていきましょう。これはジャイアントバズの蛍光アームですね。なんか隔週でっぽくてそそります。アームもダイキャスト製で重厚感たっぷりですね。手首パーツは本体のも合わせて8種類付属。ポージングの時の表情付けの幅が広くてグッドです。次に台座用のブリスター、まあ、ジョイントパーツと台座が入ってるだけですね。台座のデザインがコロニーの道路っぽくてめちゃくちゃエモいです。いや、これは滑空ポーズ楽しみですね。台座の下には透明の支柱パーツも入っていました。そしてこの発泡スチロールには、はい、ケンプファーが入っています。あとはおなじみフルカラーの説明書が入っていました。はい、そしたら早速組み立てていきましょうか。サーベルラックにサーベルを入れて、ショットガンを腰に刺して、ジョイントを使ってシュツルムファウストとヒートホークをつけると、背中にバズーカアームを刺してジャイアントバズを接続。アームを閉じてロックします。さらにチェーンマインラックもつけて、最後に角を取り付けて、はい、メタルビルドケンプファーフル装備で立たせてみました。いや、待って、めちゃくちゃかっこいいな。全高18センチでおよそマスターグレードくらいのサイズ感。完成品フィギュアとしてこのサイズでの立体化は初のようですね。ダイキャストの使用量は最重量級というだけあって、かなりずっしりとした重みがあります。メタルビルドの中でもここまで重たいのは初めてですね。一回この重さを体感すると存在感がぐっと高まるんですよね。メタルビルドおなじみの肘や膝関節のダイキャストはもちろん、肩や胴体、足の裏などダイキャストパーツがふんだんに使われています。もちろんメッキ処理済みで視覚的にも重厚感を演出しています。全体のカラーリングですが、本体のベースカラーであるブルーはサイドとトーンを落としたシックなブルー。夜間の強襲作戦が似合いそうな色ですね。トーンの異なる3色のブルーが細かく配置されていて、単調さは全く感じません。装甲の質感表現にはかなりこだわってるみたいで、全体的に軽いメタリックカラーになっていて、金属の硬質感を連想させる質感になっています。装甲の隙間から覗くガンメタルはディテールを強調してメカニカル感を引き出しています。バーニアはちょっと黄色みがかった金属色で、ゴールドとガンメタルを混ぜたような色ですね。いや、でもこれも質感良くてめちゃくちゃかっこいいな。
バーニアの内部はカッパーと山吹色のツートーン、外装のブルーとのコントラストが強くてめちゃくちゃインパクトがありますね。いやこれはかっこいいな。あーちょっとこれわかるかな。バーニアの内部にはレッドパールがかかっていて、光の当たり加減によって赤っぽく反射します。また各部にはアクセントとしてレッドも入っています。若干トーンは暗めで主張しすぎない感じもいいですね。成型色は武器のジョイントパーツとか可動部分の一部くらいでほとんど塗装されていますね。安っぽさは全く感じないですね。マーキングは全体的に控えめですね。ディテールやカラーリングを楽しんでほしいということでしょう。全体のデザインに関して言うと、劇中でトラックにバラバラの状態で積まれて運ばれてくるだけあって、パネルラインはかなり細かいです。おかげで一層情報量が高まっていて、思わず二度見するくらい目を引きます。しかも正面だけじゃなくて、バーニアの密集した後ろ姿も半端なくかっこいいです。やばい、もう鼻血出そう。そして大事なイケメンフェイスを拝んでいきましょう。ジオン系モビルスーツらしい曲線主体のデザインが見事に再現されています。走行の分割もかなり細かくて、隙間からチラ見えするメカディテールがめちゃくちゃセクシーですね。後頭部のアーマーは上に跳ね上がり、可動を妨げない作りになっています。モノアイはクリアパーツではなくメタリックピンクで塗装されています。モノアイを動かしたいときはこんな感じで頭の走行を上に引き上げて、ここについている爪を動かすことでモノアイの位置を調整できます。左の頬にはサイクロプス体の紋章が印刷されています。もうこれ見ると涙が出てくるわ。ギミックとしてブレードアンテナが劇中通り稼働します。いや、あの起動シーンはマジで痺れましたね。ちなみに稼働しない固定タイプのブレードアンテナも付属しています。胸部は中央のジオンマークが目を引きますね。タンポ印刷でめちゃくちゃ綺麗です。あと首元のデザインもかなり凝っていて、こんな感じで装甲が二重に重なっていて、ボールジョイントが一切見えなくなっています。動力パイプの根元を赤で塗り分けるのいいですね。こういうのめちゃくちゃ製作の参考になりますね。腕は個人的に肩周りがかなり好きですね。まず肩関節のメカデザインがめちゃくちゃいい。メカディテールが密集していて、つい目が止まってしまいます。肩のスパイクもシャープな造形で、塗り分けも細かくて非常に見応えがあります。このバーニア周りの階段状になっているディテールデザインも結構独特ですよね。肩アーマーはかなり柔軟に稼働して、こんな感じで上に引き上げたり、前後左右上下にスイングもできます。そして足はもう語彙力失うレベルでかっこいいです。まず太もも、この装甲の重なった立体的かつメカニカルなデザイン、単なるパネルラインとは違ったかっこよさがあって素晴らしいですね。太もも裏のバーニアは上下にスイングします。ちなみにももの裏にはこんな感じでグレーの爪があるんですが、皆さんこれを下げると何が起こると思いますか。なんとですね、サーベルラックの蓋が開いてサーベルが飛び出してくるんですよ。これ考えた人天才だわ。もちろん膝下もやばい。スリット状のディテールや細かい凹凸、特徴的なバーニアが密集していてめちゃくちゃ見応えがあります。走行の裏にもしっかりとディテールが入っています。いや全く抜け目ないですね。ちなみに膝横の丸いパーツを外すと武器マウント用の軸穴が出てきます。背中と太ももの裏、ふくらはぎのバーニアには伸縮ギミックがあります。まずバーニアを引き出して走行を展開、太ももの裏も同様にバーニアを引き出して走行を開きます。ふくらはぎは走行を開いてからバーニアを引き出します。はい、すべてのバーニアを展開しました。いや、より一層メカニカルさが増してかっこいいです。もちろん内部メカもしっかりと作り込まれているので、近くで見ても見応えがあります。軽く可動面も見ていきましょう。腕は肩アーマーが柔軟に動くおかげで水平くらいまで上げることができます。肘はだいたいこれくらいまで曲げることができます。上腕にはロール軸も入っているのでかなり柔軟に動きますね。肩の付け根はこんな感じで前に引き出すこともできます。腰もかなり広くひねることができますね。前後にも結構大きく傾けることができます。足は横方向にはあんまり上がんないですね。前後方向であればかなり高く上げることができます。膝はだいたいこのくらいまで曲がります。また膝のアーマーは膝の可動と連動してスライドします。そしたら台座にディスプレイしつつ豊富な武装類を見ていきましょう。今回付属している台座は支柱が短くて、空中でのディスプレイは想定してないみたいですね。まあでもケンプファーのイメージとはマッチしてるんで、個人的にはそんなに不満はないです。また今回は劇中の低空飛行状態を再現するための支柱も付属します。はい、取り付けてみるとこんな感じ。いやもうなんか買ってよかったこれ。
こんな街中飛んできたらそりゃパニックなるわ。そしたら各武器を見ていきましょう。まずはヒートホーク。これは収納時の通常の刃と戦闘時の発熱した状態の2種類が2本ずつ付属します。ジオン系モビルスーツでは一般的な武器ですが、両手持ちすると迫力があってかっこいいですね。続いてシュツルムファウスト。プラモとかだとグレー一色で済まされがちですが、劇中通りグリーンをベースに複数の色で塗り分けされています。そして専用の蛍光アームが追加されたジャイアントバズ。アームを使ってフレキシブルに表情付けできるのはもちろん、従来通り手持ちで構えてもかっこいいですね。ディテールもめちゃくちゃ凝っていて見応え抜群の武器です。あとこんな感じでカートリッジを取り外せるギミックもあります。さらに印象的な武装の一つであるショットガン。ショットガンのシャフトにもダイキャストを使用していて、非常にリアリティのある仕上がりになっています。ちなみにショットガンのフォアエンドは可動式です。そして唯一のビーム兵器であるビームサーベル。ケンプファーって夜に戦闘するイメージが強いので、ビームサーベルめちゃくちゃ似合いますよね。グリーンのエフェクトも美しくてグッドです。そして今回オリジナル装備のチェーンマインラック。本編ではトラックから引きずり出していたチェーンマインを持ち運びできるようになりました。ラックは背中にマウント可能で、アームによって上下にスイングします。ちなみに下部にあるパーツを開いてあげると、こんな感じで地面に立ててディスプレイすることもできます。ただバランスはそんなに良くなくて、ちょっと触っちゃうとすぐに倒れます。ちなみにこんな感じでウェポンラックとしてディスプレイすることもできます。まあうまく立たせれるかは別問題ですね。そしたらチェーンマインを出していきましょう。まずこのグレーのロックを外します。そしたらラックの外装を左右に引き出してオープン。おー、はい、こんな感じでチェーンマインが入っております。収納方法は簡単で、地雷の裏側についている軸をここの軸穴に差し込むだけです。あとはペリペリとチェーンマインを剥がして、こちら側も剥がすと、はい、チェーンマインが現れました。冒頭も言いましたけど、これ結構長いんですよ。この長さちゃんとラックに入るか心配だったんですけど、ぴったりと収まりました。地雷はワイヤーでつながっていて、柔軟に表情付けができます。地雷一個一個のディテールデザインや塗り分けもしっかりされていて、代名詞に恥じないかっこよさですね。はい、ということでメタルビルドケンプファーいかがだったでしょうか。リアル志向のディテールデザイン、カラーリング、しかしながら豊富な武器や新ギミックなどプレイバリューも十二分にある、まさに神フィギュアでした。開発陣がケンプファーの決定版といったのも納得の完成度になっております。いや、これは全然4万払ってもよかったです。今後のジオン系モビルスーツの展開も期待できますね。とりあえずイーさんはしばらくこれを使って遊ぼうと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。